お化けマンションは、ポプラ社から出版されている村井佳代作の人気児童書シリーズ。お化けの国から、一人のお化けが、ルイ君たちの住んでいるお化けマンションにやってきた。ルイ君は、霊感が強く、突然現れたモモちゃんのことが見えて驚くが、次第に仲良くなり、様々なお化けとも出会っていった。お化けの国のお姫様。ピンクの体とお団子頭が、特徴の少女。 お化けの国の代王からの指令を受けて、ルイ君のマンションにやってきた。性格は穏やかだが、ポポヨンの代王である父親に対しては厳しい。お化けマンションに住んでいる、優しい普通の男の子。どうやら、ももちゃんには好意を抱いているらしい。しかし、親戚のボニーブルーを見て赤くなるなど浮気っぽい。猫股。料理がうまい。本来はマンションにある。 人間界とポポヨンをつないでいる穴をうっかり人間が踏み入れないように監視することを目的にやってきた。しかし実際はよっからムーマシーがつけたミスタードアに任せっきりである。また通常のお化けは通常の人間に見えないように意図しているのだがまたべはなんだか懐かしの術を使って初めて会った人でもどっかで会ったあの人と錯覚させている。 関西弁を話す。頭に星マークがあるのが特徴なカラスのお化け。見習い魔女。サボり癖があるため、ほとんど魔法を使えない。しかし、一度だけ努力して、放器には乗れるようになった。語尾は、デチュ。本名は、アレクサンダーペペルモコアレサコレサピピンポポヨンだ IO。ももちゃんの父親で、少しよねえっぽい。また、 幸福の宝石を頭に強力接着剤でつけて取れなくなるなどドジである。また、ももちゃんには毎回指令が書いてあるお札と手紙を送って指令を出している。ただし、その指令も大王の隕石のコレクションに加えたいなどと書いてあり、ももちゃんの悩みの種、悪役。だが、顔が巨大な唇に目玉を書いたような感じで気持ち悪い。普段は、 体は小さい。しかし、人間の魂や、お化けエネルギーを吸い取って、人間と同じくらいの大きさになる。やられ役であり、ネタ役なのだが、実力者らしく、ルイくんの通っている学校の生徒の性格を、ゾンビ丸というもので乗っ取ったり、催眠術で、ももちゃんの行動を封じたりもした。しかし、 途中で登場する、山ンバ、兄弟には通用せず、祭りの屋台でキャベツを切らさられたりと行動を制限、されている。ありがとうございます。